PM タッグチームのリーダーの西原です。本日はよろしくお願いいたします。PM タッグチームですね、代表の、下で、事務局という形で企画ですとか広報ですとか、雑用的なものも含めてですね、やっていくといったような、部隊となっています。今11名という形で、関わるという形となっています。で、主にやることというので、大きく5つに、分かれております。まず一つ目がですね、各コースの参加大会管理というところですね、アドバンスコース、ベーシックコース、まあ、これがこの SDGs スタートアップ研究分科会の一番の柱になるわけですけれども、これらのコースに参加をされる各団体についての、実際のコミュニケーションというところをやっております。で、実際こうやっていく中でですね、やはり最初はわからないとかですね、具体的にちょっと教えてほしいというようなお声が来ますけれども、なかなかこうアドバンスのメンバーとかベーシックのメンバーだけではちょっとしんどいというところもございますので、PM の方で、指導を取って、対処するといったような形となっております。それから大きな2点目が、秋と春にそれぞれ SDGs スタートアップセミナーというセミナーを実施をしていますが、こちらのセミナーの企画、運営、主催というところをやっております。これらの、具体的なセミナーの中身についてですね、まあ、企画段階から、中心になって、やっております。まあ、主に春のセミナーはですね、このアドバンスコースの、半年間の伴走の結果に基づく、成果の報告会。それから秋のセミナーは、この研究会とは全く関係ない、外部の方をお呼びして、広く SDGs、それからスタートアップというところについて語っていただくといったような場面というふうに考えております。それから3番目、これがまさにこの、動画を主催している、舞台ですけれども、SNS 動画広報チームというところになります。現在ですね、SNS としては、Facebook、それからノート、それから YouTube の3つのチャンネルを持っていまして、それぞれで、この SDGs のスタートアップ研究分科会の、活動の記録ですとか、あといろんな方法論について、まあ、きめ細かく動画を作成、もしくは投稿を作成しております。ぜひ、皆様の方もですね、見ていただいて、特に Facebook とかですね、ノートについては、ぜひ、フォローしていただければ、幸いでございますし、YouTube については、繰り返し見ていただいて、学習というところを進めていただけると幸いでございます。それ以外にも、広く、この活動を、広げていくというところをミッションに置いていますので、また新しい、取り組みというのをですね、今年進めていけたらというふうに考えております。それから4つ目がですね、これちょっと特殊になりますけれども、文化館でビジネスモデル提示といったような活動をしております。そもそもこれ、SDGs スタートアップ研究分科会は、実際参加される団体の方がですね、SDGs の新しい事業を起こしていく、もしくは、既に起こしている事業について改善していくというところを伴走するというところがあるわけですけれども、まあ、そもそも自分たちの組織、この SDGs スタートアップ研究分科会自体がですね、そういった、活動自体を、自分たちでこう実践してないというのはやはりちょっとかっこ悪いというところもございますので、広くここについては、自分たちの、活動というところで、再整理をして、自分たち自らですね、ベーシックコースとかアドバンスコースの成果物である、いろいろなリーンキャンバスとかプロジェクトモデルを作って、自分たちの活動自体の、意義、それからミッション、ビジョン、それから、アウトカムといったものを定義していくという活動を行っております。で、まだまだこれについてはですね、身内仲間の部分がありますし、かつ、公表するまでちょっとまだ至っておりませんが、なんとか2023年中にはですね、こういったのを広く、公開することによって、私たちの活動自体がですね、この SDGs スタートアップ研究方法論に基づいて活動されているということをしっかりと、示したいというふうに考えております。それから一番最後ですね、方法論の整理、それから、クラック CC というのはクリエイティブコモンズという言い方でありますが、私たちのこの方法論についてもですね、一回作って終わりではなくて、きめ細かくブラッシュアップしていくといったところが必要です。自分たちの方法論というものがどれくらい実践できているのか、またそれに対してどういった課題があるのか、こういった関連点があるのかというところについてですね、しっかりと今、洗い出しをしていくような段階でございます。今年ですね、またアドバンスコースが7月から、ベーシックコースが10月から開始されますけれども、その時までにこういったところを含めて、しっかりと自分たちの方法論というものを再定義をするといったような活動も、この PM を企画広報チームのミッションとなっております。
以上で PMO 企画候補チームのご紹介を終わります。幅広くいろんな活動をやっていく舞台でございます。自分たちがですね、決められたことをやるだけじゃなくて、自分たちが何か新しいことをやりたいということがあればですね、何でも受け入れながらしっかりと自分たちで考えて、運用していくといったような非常にやりがいあるチームだと思いますので、ぜひやる気がある方、ちょっとでもこういった活動をですね、候補からしっかりと支援したいという方がいらっしゃればですね、ぜひ我々の門戸を叩いていただければと思います。ではお待ちしております。以上です。